ナクシディル・スルタンナクシディル・スルタンは、オスマン帝国の第27代、アブデュル・ハミト一世の夫人の一人で、第30代マフムト2世の母。元は、献上、購入など何らかの経緯により、オスマン帝国の君主のハレムに仕えるようになった、奴隷身分の助官の一人であった。なお、ナクシディルという名前は、本名ではなく、ペルシア語で、飾られた声という意味を持つとるコ名で、 彼女が奴隷身分になってから後のものである。奴隷身分になる以前の彼女の出自に関する同時代の確かな記録は見出されていないので彼女の蘇生はよくわかっていないが多くの人は彼女がフランスの皇帝ナポレオン・ボナパルトの最初の妻ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの10枚にあたるマルティニーク出身のフランス人女性。 エーメディビュクド・リベリと同一人物であると信じている。ただ、最近トルコの歴史家は、当時の文書に見られる記述を根拠に、彼女はコーカサス出身であったという親切を唱えている。ナクシディルがトップカップ宮殿のハレムに上がったのは、アブデュル・ハミト一世の知性で、やがて、アブデュル・ハミトの寵愛を受けて1785年に、ミコ・マフムトを生んだ。1789年に、 アブデュル・ハミトが没するとそのオイセリム3世、ついでマフムトのイボアにムスタファ4世が即位したため、固定の未亡人として暮らした。1808年、ムスタファが廃位されて、ナクシディルの息子が、マフムト2世として即位すると母キサキの称号を受け、ハレムの最高実力者となる。その後、イエニチェリの反乱、ナポレオン戦争、ロット戦争、 地方有力者アヤーンの討伐といった困難を経験したマフムト2世の治世初期を母木先として生き、9年後に没した。墓はイスタンブールの征服者、メフメト2世が建設したファーティフモスクの墓園内にある。ホトモシリーデラサルタンノックスイディル、エイメイダブックデラリボリー、ノックスイディルサルタンタービジー、ハットフロムザペーパーズ、ターーキッシュデイリーニュース、ノーベンバー号。 2 0 0 1ありがとうございます。